ようございます。ですね、あーちょっと待ってね。おはよう、おはようございます。なんか音がちっちゃい。よいしょ、うん、おはよう、おはよう。朝ですね。ゲーム配信ありがとうございました。みんなも休めた？どうよ、俺はもう部屋を閉め切って、朝日もクソもない状態でこの日曜日の朝を迎えております。もうお腹空いちゃってさ、じゃがりこ食べすぎてるわ。おはよう。みんなも休めた？ということで、今日は朝一でございますんで、ラジオ体操をしたいと思います。朝のラジオ体操を。ちょっと、目覚めの感じでやっていきたいと思いますんで、朝のラジオ体操です。あ、待って、その前に、今タイムテーブルどの辺かと申しますとですね、朝活配信、7時からここから2時間、朝活配信をしていこうと思いますんで、よろしくお願いします。で、9時から、思ったんだ、9時からさ、で11時開始って2時間休みだよな、これ2時間。なんか指がおかしい、指がおかしい、指がおかしいんだよ。まあとりあえず9時までやりますわ。ちょっと2時間休憩挟むかもしれない。どうする？まあいっか。みんなおはよう、おはようございます。日曜日の朝です。とにかくラジオ体操をしたいと思いますんで、皆さん準備はいいですか？この音楽でラジオ体操しますんで。はいはい。ラジオ体操は正直覚えてません。ということで、とりあえず体を動かしておはようをしたいと思います。ちょっと待ってね。ラジオ体操、はい、あ、でかい。ラジオ体操いきまーす。だんだん右手上げて、あー、右手と肘、ワッツワッツ、左手肘、おい、あ、なんか鳴ってる。あ、ラジオ体操の時間です。
とりあえず今体動かして、なんかもうラジオ体操わかんないですけど、ゆっくり動いて体操。はーい、脇の下伸ばしたらね、すごく体にいいって言うんですよ。脇の下伸ばすとすごく体にいいって言うんで、ちょっとここ伸ばしてね、元気にいきたいと思います。もうネタがなくなるだろうと思ってる人、この曲一旦終わるまで続けますんで、皆様お付き合いお願いいたします。もう朝だね、もう朝だからね、言うてね、もうこれ夜中からずっと起きっぱなしですわ。でこっから超暴露していい？私ですね、昨日だから一昨日知ったんですけど、昨日朝から動いてまして、実はですね、この24時間放送をやることによって2日間まるまる起きる事件なんですよ。ああ、もう大変ですわ、これは大変ですわ。実は私もうこの時点で24時間近くもすでに起きているという事実でございまして、深夜テンションもクソもないんですね。このまま、おはようございます、おはようございますですわ。もう割ともうテンションが行き切っておりまして、私このままこの日曜日を過ごして参りたいと思います。でこのテンションから、スーパーイケボで朝の朗読をしたいと思います。ということで、ありがとうございました。朝のラジオ体操時間でございました。なんやねんこれねえ。よし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 よ、えいえい、あれなんかさ、なんか音楽鳴らないんだけど、なんでピピピが鳴らんわ。あ、なったなったなった。はいはい。じゃあ、朝です。ちょっと、俺、枠の中に一回戻るわ。朝の朗読の時間なので、朗読の前にちょっとだけね、雑談しよっか。雑談。あ、体温まった。よかった。ちゃんとやったろ。ちゃんと動いたろ。まあ、これから寝ますよっていう方もいらっしゃるとは思うんですけども、ちょっと中入ろっかな俺。ちょっと待ってね、中戻りますわ。あー、動いた動いた。ということで、マンハッタンからお送りいたします、ゆきちひろです、よろしくお願いします。マンハッタンの朝、フリー素材の背景。またここで朗読なんてものをしたらみんな寝ちゃうよな。どうする？初見です。おはようございます。フリー素材マンハッタンの朝からお送りしております。よろしくお願いします。そうそうそう。これ景色がね、マンハッタンの景色なんですよ。なんか朝っぽいのないかなと思って探したらさ、フリー素材フォト AC さんでマンハッタンを見つけました。あ、ありがとうございます。注意事項ありがとうよ。これつけとくか、固定にな。なんかめっちゃお腹空いてんだけどさ、言うて俺11時ぐらいからやるじゃん、ホットケーキ配信。だから今食べたら負けだと思ってさ、食べなかったんよ。はい、みんなおはよう、おはようございます。朝ですわ。まあ俺からすると朝ってまだ夜中なんだけどさ、起きちゃダメなんだよ本当は。
朝日は俺にとっては、あ、やばい動きしてるわこれ。おはよう、元気よ。もうテンションはアゲアゲですわ。サンデー朝ですわ、モーニング。朝ごはん、いや朝ごはん食べようと思ったんだけど、あのじゃがりこで勘弁して。なんか朝ごはんちゃんと食べたらホットケーキいっぱい食べれねえと思って、ホットケーキをちゃんと食べるために朝ごはん食べません。なんかうまいよじゃがりこ。うん、朝日は溶けるわ。あの朝と神社と教会は俺にとっては毒です。はっはっは、わーねえねえ、今ふと思った俺、正直なこと言っていい？マジで七五配信者とは思えない配信をしてるなと今思ってしまったわ。大丈夫、これでもイケカテでいけるか俺。一応イケカテにいたい、イケカテにいたい人なんですけど。なんかこの絵さ、朝の天気予報みたいじゃない？あ、ファミチキいいね。ファミチキ、ファミチキも食べてえわ。後でファミチキ買ってくるか。朝にじゃがりこ、ちょっと重いか、大丈夫か。イケボだよ、ありがとう。ありがとうございますわ。励まされたでございますわ。あ、みんな起きてるね。さっきの夜中よりかちょっと人増えたか。あ、おはよう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 。朗読する？みんな寝る？あ、味噌汁いいね。あ、味噌汁いいね。俺味噌汁だけ飲もっかな。ちょっとさ、ごめん、お湯沸かすわ。そこで、ここにねコンポタージュがあるんだ。朝のコンポタージュだけ飲んでいい？というわけでちょっとね、そこでお湯沸かすわ。ちょっと待ってて。はい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 。お湯沸かしのポット持ってきたわ。ああ、おはよう。すぐ後ろにお湯沸かしのポットつけてきましたわ。おはよう。みんな朝起きて偉いぞ。みんな偉い。今日日曜日だけどさ、
仕事の人いるかもしんない、部活の人もいるかもしんない、これから今日俺と一緒に一日を終わる人もいるかもしれない。みんな起きてて偉い、生きてて偉い、俺と一緒にいてくれて偉いぞ。おはよう、おはよう。みんな朝ごはんって食べる？いつも。今日この朝活配信は基本的に雑談配信です。基本的に雑談配信になると思ってください。で、一応まあ、もうちょっとな、8時過ぎぐらいからな。まあ、1個ぐらい朗読してもいいかな。ちゃんと朗読やると多分みんな眠くなっちゃうから、このままこの深夜テンション明けですわ。深夜テンション、オール明けのテンションで朝の雑談やります。ぶっ飛ばしてくからね、今日日曜日。言っとくよ、今日0時まで配信やるからね、このまま。ちなみに今日もどんぐらいやった？0時から始まり、もう7時間放送してます。朝ごはん食べないの？食べた方がいいよ、朝ごはん。俺食べないけど。俺食べねえけどな、普段。だってさ、もしあの主婦さんの方も中にいると思うよ。だいたいさ、こう主婦層の方に聞きたい。朝大変になるのって何時から？朝みんな起きるじゃん。で、平日だとお弁当作らなきゃいけないわけじゃん。で、朝洗濯したりとか掃除したりとかさ、家事を始めるのって大体何時ぐらいな？それ聞きて。俺あんまそう、主婦の生活は分かんないんだよな。あ、いいね、朝ごはん焼き酒いいじゃん、北海道らしいじゃん、最高ですわ。焼き酒、冷ややっこ、自販機、いや、じゃあ白飯、わかめ味噌汁、わかめ味噌汁、きゅうりの漬物、サラダ。うわ、ちゃんとしてるなぁ。いや、そう。そうなんよ。人のこと言えない。でも今日は聞いて。じゃがりとコーンスープ飲むから。朝ごはん。俺の方がちょっとこんぐらいかもしんない。こんなこんぐらいだわ。やっば、朝4時半に起きました。早いね、仕事？うわ、ママは4時から。やばー。俺、がっつりゲームやってる時間じゃん。刀剣乱舞無双がっつりやってたわ。朝和食はいいね。朝和食は最高だよ。いや、5時から。やばすぎ。俺なんかもうゲームなんかやってる場合ちゃうよな。だって俺普段なんてさ、配信なんてあんまやんないから、動画を作ってるわけよ、夜中。朝5時、まあ遅くても朝5時かな、寝る時間だもんね。朝4時とか5時ぐらいに寝る。うん。で、起きた時にはだいたいもう10時過ぎてるからさ。あ、ゲーム配信な。大丈夫、ちゃんとアーカイブ残ってるから見て。アーカイブめちゃくちゃ残ってるから見ておくれや。もう普通にゲームやってるだけだからさ。うん、ゲーム配信やってた。また、夕方にもな、ゲーム配信するからさ、ハーバリウム作り終わった後ぐらいかな。やりますよ。朝活ですよ。あいあいう。あいうあいう。平日5時起き？いやー、早いなー。すごいね。すごいよ。あ、もうそろそろお湯沸くんちゃうかな。なに？無音で聞いてる？ありがとう。あ、携帯かまっちゃいけない日なんてあるの？携帯かまっちゃいけない。あ、音？無音で聞いて。いや、待って、無音で聞いてるの意味がわからんのよ。音なしでね、画面だけ見てるってことね。じゃあ俺めっちゃ動くわ。え、見てる？今コメント読んでるよ。朝8時過ぎまでいろいろと終わらせないと仕事に行けん。なるほどな、大変だな、マジで。仕事たくさんやもんな。あ、おはようございます、おはようございます。
配信来てくれた方ありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。もう生まれて初めての朝活配信でございますわ。おはよう、おはよう。俺が寝る頃にママさんたちは忙しくなる時間な。本当に本当にな。俺は寝てるけどな。あ、おはよう。おはよう。おはようございます。ソランくん、おはよう。配信始めて7時間経ちました。頑張ってるぞ、俺。朝活やってるもんね。えらいえらい。朝働いてる？お母さんやお父さんの方が。いや、それもすげえわ。開始前の30分に起きてた？絶望解放、どういうことやで。いや、絶望解放、いや、絶望で一日始めるなよ。もうこれ俺の、俺今日もテンション上がりに上がりまくってるから。あー、パパに呼ばれた。怖い、パパ怖いよ。ちょっと許してパパ。はい、あー、頑張ってる、頑張ってるな。ありがとうよ。お忙しだな。ちょっと俺コーンスープ飲みてえからさ、もうちょっと待ってくれよ。コーンスープでああってやりてえから。家族揃った？はいよ、いただきまーす。いただきます。いやいやいや、今どんな状況？俺も一緒に食べた方がいい。みんな見てるんこれ？家族。家族のみんな、ゆきちひろだよ。おセンチティブ。あいや、一旦抜けます。9時になったらまた来ます。いや、9時に一旦休憩なんよ。ちょっと待って、9時に1回休憩なんよ。また11時ぐらいに戻ってきてくれ。湧いた湧いた、なんか今湧いたような音するわ。配信待って始まる前に寝たから絶望して。なるほどね。ごめんよ、0時からっていうさ、みんなが寝る時間から配信だったからさ。味噌汁飲んだら寝かけるとこだった。いいな。今日は休みかい？え？おセンチティブダメ。ダメ。待って、おもち見てくる。あ、沸いた沸いた。沸いたわ。沸きましたわ。俺のコーンスープ。俺のコーンスープ。てててて。玄関の掃除するの偉すぎない？玄関の掃除偉。玄関の掃除なんて。あれ、俺コーンポタージュ入れたと思ったのよ。普通のポタージュだったわ。全然コーンじゃない。まあいいか。うん、おいでー。ソラン君、どっかで配信遊びに来てよ。遊びに来て。暇な時。俺ディスコード開いといた方がいい。来ておくれや。ありがとうな。ありがとうよ。さてさて、今日この配信今初めて来たという方も多いかと思うので、もう一回説明しようか。朝だし一日の始めとして、ただいまゆうきちひろ24時間生放送中でございます。なぜしてるのかというと、6月6日明日ですね。明日だよ、明日本番だからね。明日の22時から2周年生誕祭ということで、その前座の企画として24時間生放送を行っております。くっそほどボロボロになって、カウントダウンする予定なんで。皆様、元気な方お付き合いよろしくお願いします。今日一日暇してんの？待ってよ、じゃあいつ呼ぼうかな。夜の時間でいい？夜で。夜なんかしようよ。ちょっと俺に LINE なんか決めとけばよかったな。夜だね。夜なんかしよう。
うん、ポタージュ飲もう、ポタージュ。よいしょ。あー、やばいやばい。あっつ。あっついわ。あっちー。わ、絶対ポタージュ薄いじゃん、この量のお湯入れたら。そして持ってな、用意してたミルクティーはな、もう4分の1なくなりましたわ。いや、一緒にボロボロになるわ、やべえんだよな。響きとしてやばいんよ。あ、これポタージュちょっと薄いか、もう1個入れた方がいいかな、粉。あいやー、なんかできるかな、なんかいいゲームない？2人でできそうなやつ。あ、今日お休みですか。じゃあなんか BGM にでもつけといてくれよ。まあ言うてね、実写配信の時は枠取り直すからさ、気をつけて。朝活何しよっかね。何しましょうかね。ふうふう、あっち絶対暑い。あ、しみる。しみるけど薄いわ。うわ、うめえぞ。これ。ポタージュ飲んでるわ。しみますわ。いいですね。粉かけるに初めて聞いた。いや、粉かけるに入れない？俺結構大きいよ。千尋のマグカップなんだけど。いや、ツチノコさんゲームあれ3分で終わるんよ。そう、俺濃いめ好きだからさ、濃いめで。あ、オニオンスープな。俺何入れたんだっけ。ポタージュね。ポタージュってさ、トロトロしてないん？熱湯 150ml だろ。あ、でもこんなもん、そんなもんか。全然まろやかじゃないもんな。あ、もういいや、入れちゃおう。もう1個2つ濃いめでいきますわ。混ぜた。あ、混ぜれば変わる、もしかして。混ぜれば変わるかな。ちょっとはマシになったけど、それでも薄いな。マグカップ、まあなんか気が向いたらどっかでマグカップまた出すよ。なんかマグカップさ、もう出してたやつ在庫がなくなっちゃったみたいでさ、だから終わったんだよね。ツートンの手に入れた人何人ぐらいいるんだろう。速攻なくなったわ在庫、倉庫から。下にとごってるよ。下にとごってる。下にとごってる。わ、ちょうどよくなったわ。朝ごはん食べたい人何食べたか教えてくれ。みんな頑張ってる。今日部活あるん？仕事あるん？休みの人多いけどな。まあ言うて日曜日だからな。あ、これじゃがりこ入れたらうまいんじゃない？絶対うまいわ、じゃがりこ入れたら。ポタージュにじゃがりこって最強じゃない？ちゃんと朝ごはんやってるよ。うん、うまっ。満たされるわ。うわあ、お仕事休みありがとうよ。じゃあちょっと俺のこのスープ飲んで喉も温まったんで、少し朗読一個やろうかな。うん、
なんか今この日曜の朝にちょうどいい朗読を見つけたんよ。まあ、おはよう。おはよう。起きたな。よく寝れたか？うん。親子でいいじゃん。かわいいだろ。T シャツ。ちょっと準備するね。みんな寝るなよ、朗読で。寂しいから俺。ね、クレジットをつけます。はい、朗読な。ちょっと待ってくれな。ですね、朗読クレジット書きますんで、書き終わったら読みますわ。トゥクトゥ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 あ、なんだこれ。よし。俺と同じ名前の人だ。筆先千尋さんっていう方の朗読台本。ええ。ですね。よっと、よっとよっとよっと。はい。よし、OK だ。元気いっぱい。ははははは、寝るかもしれない。まあまあまあ、ちょっと朝ごはん食べてさ、温まった体にちょっとした癒しをね、投入するわ。まあ言うて俺もまだ食べてんだけどさ、よいしょ。あれ、なんでこれならねえんだろうな。ほいほい。じゃあ朗読しましょうかね。朝の朗読。ちょっと待ってな。テキストを。陽気だね。よいしょ。朗読です。よっと。台本タイトル、作品名、一週間を君に。すべて初めての参加、ありがとう。
筆先千尋さんの作品です。フリーで置かれている台本ですね。あー、おはよう。それじゃあまあ、やりたいと思います。朗読、一週間を君に。まだ眠る君を置いてそっと起き上がる。いつもより少しだけ丁寧に、ゆっくりゆっくりとコーヒーへ熱を注ぐ。ほんのりと苦い香りがそろそろ君の鼻にも届いた頃だろうか。それは少しだけ贅沢な日曜の朝。嗅ぎ慣れた白米の炊ける匂い、卵を混ぜる音、当たり前に忘れそうになる君への感謝。重い体を起こす、その原動力だなんて言えないけれど、それは少しだけはにかんだ月曜の朝。晴れぼったい目で寝起きの君がつぶやいた、火曜日が一番嫌い。インスタントの味噌汁を雑にかき混ぜて、休んでしまおうかをそっと飲み込んだ。それは少しだけ大人ぶった火曜の朝。快晴の残業で浅いヨーグルト、週末晴れだって。どうやら君はご機嫌のようだ。酸っぱい実に顔をしかめたり、甘い実に笑ってみたり、コロコロと忙しい。それは少しだけ浮かれた水曜の朝。カーテンの奥が暗い。かすれた声で起き上がる君。雨？うねる髪をかきながら思い出す。プレゼン、残業確定の会議。それは少しだけ優しくされたい木曜の朝。あと一日、背を押すようよく晴れた朝。たまには駅まで一緒に行く？目を丸くした後、仕方ないなって笑われた。それは少しだけ足取りの軽い金曜の朝。もう少し、あと少し。二人隣り合わせに夢を見る。遅く起きた今日は軽めのブランチを。せっかちな君が入れるコーヒーは味もせっかちでやや薄い。でもそれが愛おしい。それは少しだけ時間の流れが遅い土曜の朝。ありがとうございました。一週間を君にでございました。はい、ということで、ゆきちひろの朗読でございました。もうこれ以上やると絶対寝ちゃうっしょ。これ以上やると寝ちゃうわ。あざました、あざました。よいしょ。みんな起きろ。起きましょう。またラジオ体操するか。ラジオ体操するか。いや、泣きすぎないよ。昨日からずっと泣いてるやん。いや、ちょっと待ってね。俺も朝ごはん食べながらだわ。
わ、じゃがりこがいい感じに溶けてきたんじゃないですかね。泣くな泣くな。あ、うめえわポタージュ、しみる。なんかこの感覚久しぶりだわ。なんかもう最近オールなんて全然しなかったからさ。さっきラジオ体操見てない人、もう一回ラジオ体操やる？あ、本当にくだらないけどね。いいよ、ラジオ体操もう一回やる？ちゃんと動かす。しつけよってならない？ラジオ体操、俺式ラジオ体操です。もうラジオ体操なんてわからないですけど、覚えてないですけど、ラジオ体操でも疲れるんだよなあれな。あ、おはよう。じゃあそうね、新しく来てる人もいるので、今日ねラジオ体操もう一回やりますか。いや怖いよって言うなよ。怖くない怖くない、本当にラジオ体操怖くないから。じゃあ待って、俺ちょっと枠の外に出るわ。俺ちょっと枠の外に出なきゃできないからさ。よいしょ、ちょっと出ます。見てない？じゃあ千尋体操第2。いきまーす。最初は右手の運動から、肘上げる、肘曲げる、肘上げる、肘曲げる、左、肘曲げる、肘曲げる。おはようございます。今度はね、脇伸ばして、脇はね、体の資本ながら、あれ、ちょっと俺の体が動かないな、俺の体動かない。はい、脇伸ばす、脇伸ばして、いい感じよ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、ファイブ、ファイブ。とりあえずとにかく動かしてさ、体温めようぜ。それが体操っつうもんだからさ。グッバーグッバー。はい、もうこの辺だよね。この辺をさ、こうグリグリってさ、この辺こうグリグリってやったら元気が出るんだよ。はい、いくよ。あ、なんかちょっと右手五十肩四十肩なんかだ。この辺がこう、よいしょ、えい、やばいわこれは。ちょっと待って、もう、痛い、痛すぎるよ。はい、もう深呼吸ってやつな、深呼吸ってやつ、こうやってこうするからさ、深呼吸して体を整えて、これでね、今日一日のね、嫌な気分はね、絶対来ないんで、楽しい気分を作って深呼吸をしましょう。肩甲骨回してみる？これ肩甲骨回してる俺。やばい、左手が動かなくなった。左手が動かない。ちょっと待って。はいはい。ありがとうありがとう、みんな拍手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 な、ありがとうございました。お付き合いありがとうございました。千尋第二体操でございます。あはははは。
やべえ、なんかこれ汗かくわ普通に。ありがとうございました。千尋の体操でございました。ちょっと枠の中戻るわ。ありがとうありがとう。みんな元気出たらちゃんと同じことやったか、本当に同じことやったか。同じことやらないと怒るぞ。大変よく頑張りました頑張りました。え、待って待って、楽しいの俺だけ？ちょっと待ってよ。え？妹？妹に笑われた。いいじゃん、やってた。え、楽しいの俺だけ？ん？ん？ん？そんなはずないよ。やった、ありがとう。そう、体動かすのいいことだからね。本当にいいことだ、体動かすのは。初見です、初見さんいらっしゃい、ありがとうございます。今24時間生放送中、ただいま7時間が経過いたしました。いや、鮭がに、いや、鮭が今どこにいるん。初見さんいらっしゃい、チャンネル登録よろしくな。ちょ待って、鮭が逃げたってどういうことよ。どこにいる、今鮭取りに来てるんか。ありがとうございます、真面目にやったよ。怖くない怖くない。うん、ポタージュがうますぎるわ。ちゃんとやった、ありがとう。あ、なんか今日このあと0時までやるって考えられねえな。先長えな。すごいな24時間って。みんなさ、1日ってやっぱ長いよ。1日って長い。その1日使ってどんなことができるのかって、いろんなことができるって分かったよ。元気いっぱいだねみんなな。わあ、おはようございます、おはようございます。元気？今日も一日頑張ろうぜ。今日このまま飛ばしていくから、あ、よろしく頼むわ。いや、笑ってた、よかったよかった。最高の朝だよね。少し覗いてきた、ありがとうございます。まあ朝一でさ、だってまだ、待って待って、まだ7時だよ。もうこの1日の始まりの7時のタイミングでさ、笑えるってすごくいいことだと思わない？今日1日幸せですわ。4歳の娘、聞いてるか？元気出せよ。ママ困らせるなよ。はい、ママの言うことは聞くように。おはよう、元気ではないです。元気出そう。っていうのは簡単だけどな。人それぞれだからさ、あんま無責任なことは言えねえけど。俺を見ててくれ。なあ、平日の一日は長いのにな、休みはあっという間よな。本当に本当にそうよ。なんでなんで、なんか平日って長いんだろうな。もうさ、平日のなんだか 2時から6時ぐらいが一番長い。ええ、ありがとうよ。こちらこそいつもいてくれてありがとうございます。チョキがしにくいんだよなこれな、チョキが。ちょっと待って、なんか出る。オッケー。ええ、こちらこそいつもそばにいてくれてありがとうございます。大丈夫、この調子で9時まで配信できるかな。まだあと1時間あるぞ。はははははは。で、どうする？ 2 時間休憩挟む1時間にしとく？うん、覗き込んできた小4の娘、かわいいなぁ、おい。ははは。予定表ではさ、俺全然気づかなかったわ。ちょっと待って、予定表、どうしたっけ？もう一回見ていい？予定だとさ、9時から1時間休憩、11時から昼時間ってわけわかんない書き方してるんよな。
わけわかんない書き方してる。あ、課題やってる1時間長いかな。確かに俺寝るかもしれない。なあ、最初から飛ばすあと怖いかもしれないけどさ。うん、あははは。どうする、みんな起きれる？確かに2時間あったら俺寝ちゃうかもしれんわ。24時間生放送って言ってんのにちゃっかり2時間ちゃんと休憩取るっていうね。1時間にしとく？架空の1時間、そう、架空の1時間なんよ。これ俺タイムスケジュールのミスですわ、完全に。でもホットケーキの準備、まあホットケーキはね、作るとこからやるからあれなんだけど、1時間にするか。で、10時から、10時からホットケーキやる？どうしましょうかね。まあな、俺多分1時間あっても寝ると思うで。オッケー。あ、1時間見慣れちゃうな。じゃあ、9時まで、この雑談配信して、で、1時間休憩で、10時からホットケーキ作り始めますわ。俺もこれポタージュしか飲んでないからさ、割とお腹空いてると思うよな。でも、ゆっくり作ろう。ゆっくりな。早いよな。でもなんか食べながらやってたら12時とかなるんちゃう。そしたらレゴもちゃんとできるかもしれんわ。そうな。俺ともしもししたことある人、もし俺が時間になっても始めなかったら、スカイプでひたすらかけて電話。お願い。うん。1時間にしよう。まあ言うてさっきも1時間休み挟んだしな。もう2回ぐらい1時間、いや1回か挟んだから。で、次の枠は実写になる。お顔は多分映さないかもしんないけど、マスクつけてな。体、下半身から下で、カメラの調整とかもあるから、多少はちょっと、もしかしたら、いや1時間半ちょうだい、休憩ダメ？1時間半休憩ちょうだい。ちょっとカメラのセッティングとかをしなければならない。別の部屋になるからさ。1時間半もらうわ。よきまるだね。よいしょ。あ、朝ごはん行ってらっしゃい。みんなでモーニングコールな。俺が一向に配信始めなかったら。そうな。また待機所作っとくからさ。そう、次は実写枠だから、次から当分実写枠。まあ、パソコンがちょっとね限界来たら実写枠やめるかもしんないけど、とりあえず実写枠だね。下半身から下って足じゃん。俺下半身から下って言った？上半身から下だ。上半身から下で、下半身は多分映んないと思うけど、そうね、間を取って1時間半で行きたいと思いますわ。ってな感じだね。なんでこの朝活は、まあゆるゆると朝活していきますわ。朝っぽいだろこの BGM も。素敵な BGM でございますけれどもさ。うん、朝ごはん食べて。いってらっしゃい。大丈夫？みんなまだおはよう言ってない人いない？うん、お仕事頑張れ。いってらっしゃい。朝起きて偉い。頑張れよ。いってらっしゃい。多分帰ってきた頃に俺まだやってるからさ。ただいまって俺に言ってよ。今日お仕事行く人、帰ってきて俺まだ配信してたらただいまって言って、俺がお帰りって言うからさ。な、朝活大切だよ。グミ食べてる。朝からグミいいね。朝からグミ。最初で最後朝活。いや、もしかしたらな。
俺が朝活なんてできねえだろう。できるかな。最初で最後の朝活、あながちなくはない。なくはねえよ。よいしょ。ちなみに今日はね、こちらはね、気温が21度ですわ。気温は21度です。まあ花粉少なめって書いてあるね。いやー、うん、まあまあ悪くない天気なんじゃないですか。あ、でも小雨の 75%。 え、今雨降ってる。え、どうなん。俺もう外とか外全然見てないからわかんねえわ。今雨降ってんのかな。 75% だって降るねこれ。まあ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 、ほいほい。みんなニュース見てる？いや、組み合わせがすごいんじゃん。酒をに、あ、だから酒か。酒落としたのな、さっきな。ベタグーグーミな。何ベタグーグーミって、なんか美味しそうな名前じゃんか。わあ、お仕事、いってらっしゃいよ。お、オーナーからプレゼントありがとう、グミ。手が、そうなんよ。時々手、お手手暴れるんよ。わはははは。わあ、おはよう。おはよう。今日お仕事？お休み？あ、15時から雨予報？なるほどな。まあ、俺外出ることないと思うんだけどさ。はあ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 。雨な、降るな。あ、毎日テレビつけっぱなしていろいろしてる。いいね。主婦さんだ、主婦さん。はははは。ああ、なるほど。帰ってこないと仕事行けないの。旦那さんはあれか、夜勤の方か。あわあわあわ、あわあわあわ。頑張れよー。あ、今日はもう全国的に雨なんだな。わあ。わあ。っていうかこの時期にさ、一人旅行、一人旅に行くとしたらみんなどこおすすめ？この時期。この時期に確か旅行するとしたらどこおすすめ？なんか今、一人旅しようかな。旅に出ようかなと思ってて。若干ね。おわ、わこち。あは、あいよ。読んだぞ。わかったぞ、ちゃんと。いやいやいや。おはよう。おはよう。あ、釣りな。釣りもいいか。あ、釣りに行ってきたんだ。仕事休んでいいってことですよ。休むか。休む。旦那さんごめんなさい、今日借りてきます奥さん。俺が小さま借りていきます。香水 100% もう踏むじゃん、絶対降るじゃん。あ、日帰りの熱海な。日帰りの熱海ってさ、何、いや北海道は遠いんよな。この前言ってたけど、北海道遠いんよ。熱海はやっぱ温泉？日帰り温泉ってこと？あ、なんかすごい。これなんか壁ドンっぽくない？俺壁ドンしてるみたいじゃん。あ、温泉ブームいいね。確かに一人旅で温泉はありだわ。3時から釣り。何釣ってくるかね。銭湯いいね。俺も実はね、今日銭湯行ってきたんだよ、配信の前に。もうなんつんだ、3日、今日5だから4日か、4日、もう日中から起き続けてるからさ、もうこれやばいなと思って銭湯行ったわ。銭湯行ったら割と回復してさ、今こんなに元気。
いや九州遠いな、もう飛行機よ、飛行機のレベルよ。なるほどね。確かに温泉旅行はな、慰安旅行としてはもうバッチリだからな。いいじゃん、心が少しでも晴れるといいな。な、温泉いいよな。まあ銭湯もいいんだけどさ、やっぱでもなんか大自然の中でさ、真っ裸でズバーンって行きたいわ、ズバーンって。ははは。あ、おはようございます。今配信来てくれた方もおはようございます。チャンネル登録してない方、チャンネル登録よろしくお願いします。普段はシチュエーションボイス上げてるよ。シチュエーションボイス何って思った方聞いてみて、オセンティブな。ははは。飛行機怖いだった。いや、日本語不自由か。初見です。ありがとうございます。整体さん、ありがとうございます。ええ、体操、体体操やってくれた。体体操、ラジオ体操な。ポカポカ、ありがとうございます。今日も一日頑張ろうぜ。一人で温泉な。いいよな。埼玉の草加市。草加市にさ、天然温泉のスパがあるじゃん。あそこ俺行ってたよ、よく。はい、塾、ええ、最後まで頑張ってください。わあ、塾頑張れよー。まあ、言うて生誕祭は明日な、本番。行ってらっしゃい、頑張って。ええ、行ってらっしゃい。温泉旅行いいよな。やりたいんよ、俺も温泉旅行。ゆうきちひろのバスツアー、温泉旅行計画。チャンネル登録はしてました。ありがとうございます。銭湯も最近の、俺ね、銭湯ね、昔ながらの銭湯も大好きなんよな。本当に。うん、おかえり。飛行機怖いなあ。なあ、いらっしゃい。千葉に新しいスパ、あ、そうな、俺それ知らなかったわ。千葉のどこよ。え、千葉のどこ、ちょっと調べてみよう。千葉温泉スパ印西か。え、違う、わかんない。車じゃないといけねえな。遠いな。うん。ゴジラなのだ。ギャー。ヤバーツみたい。名前わかるか。先月？なんて名前のところだ。なになになに？行ってみてえな。名前わかんない。名前わかる？仁王立ちして瓶の牛乳、本当に、ははは、やりたいな、ギンギンに冷えた牛乳をな、ガブガブ生きてえよな。え、なんていう名前なんだ？あ、これかな？ 2019 年夏だわ、でも。これ、これどこにあるんだ？あ、閉館か。閉館しちゃったやつだ、これ。開館じゃなくて。名前わかんないな。あ、黄色の洗面器もいいよな。そうなんだ、そういうのもありだよな。もうお湯な、温泉じゃなくて。名前わかんねえな。なんだろう、新しくできたってのは。あ、仕事行ってらっしゃい。頑張れよ。フルーツオレもいいね。最高だね。なんか今調べてんだけどわかんねえな。行ってらっしゃい。舞浜ユーラシア。いいね。
かっ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 かい。なるなる、ほるほる。あ、1時間ウォーキング、はいよ、行ってらっしゃい。冷たい牛乳、そうな、ポンポン痛くなるな。ゆっくりな、ゆっくり。良きだね、コーヒー牛乳。でもコーヒー牛乳と牛乳並んだら、もしかしたらコーヒー牛乳選んじゃうかもしれん。うん、あー、よいしょ。うん、ライン見返してき、いってらっしゃい。わ、なんかすげえ画面俺出してるわ。はいはい。大江戸温泉とかも行きてえな。ありだね。はい、行ってらっしゃい。どこ行こうかな。熱海とかな。箱根もいいけどな。ユネッサンみたいな。でもユネッサン一人で行くとなんか疎外感すごいんよな。あ、ありがとう。ちょっと待って、それそれ、そのままグーグルは全部英語じゃん。全部英語じゃんか。泉市ってどこだ。泉市ってどこよ。え、泉市ってどこ。うわ、ずっと外の方だね。はあ、へえ、楽しそうじゃん。わあ、楽しそうじゃんか。あ、なんか家族で行くといいね、ここね。家族で行ったら良さそう。スパとかな、あるな。あ、でも宿泊いい値段するね、ここ。貸し切りのドーム型の、なんだ、ドーム型のやつ、いい値段するじゃん。いいな、見てみてえな、こういうのもな。なんかおしゃれだね。あ、ビームスとコラボな、部屋着もな。はあ、めちゃくちゃおしゃれやな。ちょっと気になった人それで調べてみなよ。あ、全然違うじゃん。あ、大高な。大高だったら割と行きやすいんじゃない。うわ、はい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 。うんうん、日帰りな。わあ、いいじゃん。あ、大鷹の森な。流山大鷹の森な、高校の時よく行ってたわ。あ、そこの駅前にできたんだな、スーパー銭湯な。いいね。ありだわ。ここなら割と行けるわ、俺多分。やべ、あくびしちゃった。4月オープンな、流山市ね。流山市は近いよ。っていうか俺高校の時よく柏に遊びに行ってたわ。あ、いいじゃんいいじゃん。ビームスとな、日帰り温泉な、グッズやインテリアを総合プロデュース、ビームスかな。素晴らしいですね、素晴らしいですね。ちょっと行ってみるか。
あはは、は湯上がりキッチン一級とかいさそうだね。そうな、今月すでに大阪旅行確定してるもんな。パクちゃうんよ、あくびを食べるなて。あくびを食うなって。なや、やばい、なんかさ、一回あくびするといっぱいあくび出てくるな。うん、そうな、大阪な、おいしゅうございました、おいしゅうございました。はははははは、おい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 。よいしょ、あー足が。俺のあくびは何味だ、答えてみろよ。俺のあくびはどんな味すんだよ。何？お、美味しかったですか。はいよ。あ、ありがとう。待ってるぜ、大阪でな。ラジオ体操第3射行く。あー、足動かす。いや、日本語不自由かて。バニラ、甘々ですわ。バニラ、ミルクティー。いや、ミルクティーかー。チークン味、チークン味はどんな味？あ、おはようございます、おはようございます。今来てくださった方、おはようございます。朝活です。最初で最後かもしれない朝活でございますわ。今日も一日よろしくお願いします。みんな起きてて偉い、偉いぞ。ゴジラ。偉いよ、朝起きてる人本当にすごいと思う。俺無理だもんな、本当に。ちょっと手直していい。今日は朝活、朝起きてて偉いぞ配信だからな。みんな起きた？おはようって言った？あまあまです、最後言うな。いや本当に最後かもしれんよマジで朝活は。頭回ってそうな、ずっと起きててくれたもんな。よいしょ。いやー、甘々ですわ、つまり甘々ですわ。朝日に溶ける小さまですよ。はい。てかあれな、10時半の配信始まんなかったらマジで誰か俺にスカイプして。多分まあ準備でバタバタするとは思うけどさ。ありがとうよ。あ、休みの日はお散歩してんのいいね。あ、散歩。あ、散歩してるよな。いいよな、お散歩な。俺はまあ、俺はもう、俺は散歩とかあんましないか。しない。でも歩くのは好きだね。あ、でもしたな、この前。東京の新大久保あたりお散歩したな。まあ、ちょっと前だけど。ありがとう。小さまの声聞けてる時点で癒しや、贅沢で。そんなこと言うなよ。そんな俺贅沢だわ。はいよ。鬼伝してくれ。まあ、俺が配信始まって5分経って配信始まんなかったらな。起きてたらちゃんとツイートとかするからさ。配信始まってんのにかけてくんのなしな。ねえ、いいね、お散歩いいよな。
朝だぞ朝。そうペットショップズーナ。カメいたやつだからカメが。ええ。まあまあまあじゃがりこ食べるー。まあまあ。てかパソコン大丈夫かな。値上げねえかな。あはは。5キロ、5キロって結構歩くな。どんぐらい？だって1キロで10分ぐらいだろ。だいたい1時間ぐらい歩くってことじゃんな。そんなかかんないか。40分ぐらいな。袋よかった。袋かっこよかったよね。あそこ袋もいるもんね。ズーいたね。お値段がすごかったよな。100何万とかだったよなカピバラ。カメさん動かなかった。なあ、あくび止まらないよ今。パクパクすなパクパク。あくびは食べ物じゃねえぞ。あくびは食べ物じゃねえかんな。よいしょ。普段から仕事行くのに歩いてる？えらいな、自転車とかじゃなくて。よいしょ。よっと、うん、おいはい。売り役だった。あ、もうすでにって意味。もぐもぐ言うんちゃうわ。パクパクちゃうんよ。あくびは食べ物ではございません。子供たち、あくびは食べ物じゃないんだぞ。悪い大人のことを聞いてはいけない。おやつでもないんだよな。おやつでもないんだよ。売約って読むのか。売約、ごめんごめんごめんって。漢字弱者でマジでごめん。漢字弱者でごめん。売約な。売約、売約、売約、売約。千尋売約。あら、俺誰に買われたん？あははは、覚えたぞ。売約な。俺は誰かに買われたようでございますわ。ちょっと、顔見えないよ、これ。誰買ったん？なあなあ。俺のこと誰買ったん？あ、やばい、結構売約の文字結構前にあるわ。あ、結構前にある。絶対触れんわこれ。売約済み、漢字追加だ。おいおい、動け。無理だ、触れんわこれは。確かに売約済みはわかるわ。なるほどな。おい、ダメだ。漢字ダメですわ。はい、買います。来たぞ。競売出たぞ。いくらですか?いくらですか?もう売約なんですけどね。オークション、千尋オークション。共同購入。俺、あれだろ?檻の中入れられた状態で。置かれるんだろう。おかえ、ちょっとー、おーい。売約済みでございますわ。秘密です。
いやー、言えないお値段ですか。本人知らないんですわ。なんかお手手がもうすごいことになってますね。秘密じゃ。話し飼いでいいんですか。いいんですか。飼い主が寝てる隙にあんなことやこんなこと平気でしますけども、いいんですかね、大人の皆さん。子供じゃないよ、大人の皆さんに言ってますからね。いいんですか、話し飼いで。夜皆さん寝るとき、もういいやめとこ。わかりましたか、大人の皆さん。千尋話し飼いにするということはそういうことですよ。プライスレスですわ。首輪はたまに悪いことしたら、いや悪いことしたら首輪つけられんの。あー動けんってっつって。チロちゃんズで共有しても共有してがもう怖いんよな。何共有か、何共有か。いやどんと来い。男前か。お朝ごはん来た、あ行ってらっしゃい。話が一択ですか、ありがとうございます。盗まれるかも。誰が盗んだ俺のこと。はーい、いただきます。はいはい。あ、おはようございます。おはよう、今日も一日頑張ろうぜ。盗まないで、誰が盗むんですか、どっかのドーベルマンですか。わかる人はいるかな今の。わかるかな。ジジネタ、はははは、おちちおちちおちちネタ。ないよ、誘拐されちゃうな俺。誘拐されたらどうする。だめ、助けて。もうてか、こんなこと、こんなことになっちゃうわ。もうもうこんなことになってるわ、捕まって。誰か助けてくれっつって。あ、芝居にだかんな。ガベ。あっ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 、よいしょ、乗った、イエーイ。待って、今日今日何時からだっけ、今日何時から俺ハーバリウム作るっつったっけ、今日何時からハーバリウムって言った。14時からハーバリウムか。オッケー、いやありがとうございます、男前だから。そういうこと。あいや、創作願い。ありがとうございます。俺が助けられるんかい、俺が助ける方だろうがよ。14時だね、ありがとう。あくびが止まんねえな。おい、あくび止まんねえぜ。もうパキってなったか。ま、朝ごはんもクソもなかったけど、ちゃんと食べようと思ってさ、さっきの休憩時間買いに行こうと思ったんだけど、ホットケーキ楽しみすぎて朝ごはんは買いませんでしたってもう一回説明しとくわ。どうした俺。いや、うん、ありがとう、14時。あざます、あざます。パー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 。マイクロチップ、待って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 。ちょっと待てよ。マイクロチップどこに埋めるつもりだ。そのマイクロチップ俺どこに埋められるんか。
ああ助けてくれ。捜索願い、結城千尋探してます。人懐っこくてイケボです。あ、迷子になってます。イケボです。よろしくお願いします。おまわりさん、僕迷子なんです。私はチロちゃんズでできています。よろしくお願いします。イケボです。6月から義務化？何の義務化よ。マイクロチップ。いや怖いんだって。ヤンデレか、この世の中ヤンデレか。え？首の後ろ怖いよ。埋め込まれるんか。あ、イケメンズが、あ、ごめんなさい。あ、おまわりさん、今あのイケメンが迷子になってます。イケメンが迷子に、あ、違う、あのイケメン、イケあの、すいません、あの、おまわりさん、イケメン、イケメン、イケメンが今あの迷子なんですわ。え、あの、わかる？あの、イケメン、イケメンが今迷子なんで保護してください。迷子なんで保護してください、お願いします。ヤンデレはサイコパスだから×。ああメンヘラ、メンヘラでもねえな。あ、おはよう、おはよう、今日も一日頑張ろうな。腕な、この辺につけるんか、この辺に。俺でマイクロチップ入ってんぞっつって。かわいいおまわりさんに。いや、時事ニュースチェックして、俺結構ニュースはね、割と空き時間にヤフーニュース見てるタイプだわ。ヤフーニュースは結構見てる。あーあーあー、すごいね。わあ、あくび出たわ。あ、ごめんなさい、イケボの上にイケメンが今迷子になってるんですよ。いや、迷子は僕です、おまわりさん。ちょっと迷子になっちゃって、イケボでイケボな、イケボでイケメンなせいで、今迷子になっちゃって。あ、まあ、何が迷子かっていうと、まあ、俗に言う方向性。今の人生の方向性がおまわりさん、僕迷子なんですよ。理由はイケボとイケメン。助けてください。はい、おはよう、今日も一日頑張ろうな。保護してください、お願いします。もぐ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 、おはよう。もぐもぐ食べてんな、朝ごはん食べてんな。もぐもぐ食べてんな。かわいいかよ。はい、犬おまわりさん、耳つき帽子かぶせたい。いや、俺がおまわりさんになるんか。はい、おはよう。うん、おまわりさん、イケメンで、イケボで、動きが可愛い人が迷子になりました。今あるおまわりさん迷子なんすわ。これ迷子の人の動きなんすわ。迷子の人ってこうやるんすよ。もう8、9、7、70% ぐらいの人が迷子になってこうなってます。で、こうなってる人見つけたら迷子だと思ってください。助けて。はい、おはよう。朝やけどチーク、あ、今朝やけどでございます。でもね、大丈夫、今締め切ってるから全てを。
外が明るいのか暗いのかもわからんわ今。ああおはよう、おはよう、おはよう、今日も一日頑張ろうぜ。えらいな、まだ8時台だよ、まだ夜中じゃん。起きててえらい、いつもえらい、生きててえらい、いつもありがとう。小学校の横断歩道の旗当番、いや俺には無理だ、あの仕事は過酷すぎる。あー、車来るよー。はい、こっち行ってー。あー、あー、はい、ぽーいつってなるわ。いや、なんで変な人なんだよ。おはようございます。そう、カーテンも何もかも閉め切っておりますわ。なんせ朝日は毒です。俺にとっては。朝日と神社と教会は毒ですわ。おはようございます。迷子のお知らせをします。イケメンでイケボでシマエルの社長さん、名前はゆうきちひろくん。いや、ゆうきのゆうの漢字が違うんだわ。人懐っこいのでくっついていっちゃいますので、見かけたらチロちゃんにお届けください。よろしくお願いします。すぐついてくぞ。おはよう。夜中よ、もう夜中よ。まだ町の見守りたい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 大代表チークと申します。あ、代表ね。あ、隣人です。みんなの隣人です。よろしくお願いします。はい、おはよう。よく寝れたか？今日も一日頑張ろうぜ。なんじゃ？そう、神社と教会もダメだよ。寺は行けるんだけどな、なぜか。旗当番一回出ただけで、娘の準備遅くて。大変な、ママは大変な、いいママなんだろうな。お、俺に朝は来ねえよ。俺に朝は来ねえ。夜が投げんじゃん、私は。おいよ。うわ、わかんや。うわあ。あんでポイポイポイってするわ。ええー。みんな何するんか。ふんふんふん、ふんふんふん、とりとりって。あ、さっきの温泉のやつ出てきたわ。うわ、マジで行きてえな。ここそこもっとばあ。なに、夜が短い、朝が早いからな。夜短いんだろうな。パックもぐもぐ。食べちゃった。あ、代表ですわ。はい、おはようございます、おはようございます。今日も一日頑張ろうぜ。生きてて偉い、朝起きて偉い。デザート何食べた？朝ごはん和食なんか、誰が作ったんか、俺の分はないんか。え？俺の分はないんか。あ、やばい、マジであくび止まんないんだけど。ちょっと待って、よし、大盤振る舞い。いや、出ちゃうんよ。出ちゃう。あ、夜好き？いや、好きそうだな、夜な。はいよ。は
ーバリウムまだ中身確認してねえわ。色合いどうなるかなって感じ。まあできればどうしよっかな。たこ焼き作った状態のままハーバリウムそのまま配信続けるか。まマカデミアン入りのワッフルみたいに食べたらいいね。美味しそうだね。パックされたわ。チロカセーフサービスから参りますね。チロカセーフサービスよろしくお願いします。綺麗にしてください。ここホコリまだ残ってます。あ、いいね朝マック、素晴らしいわ朝マック。俺も朝マック食べてよ。おい俺にもくれよ朝マック。おはよう。あ、おはようございます。今日も一日頑張ろうぜ。おはよう。いいな、なんかみんなでおはようっていうの。セブンセブン初めて見た。なんだセブンセブンって。朝ごはん、朝ごはんホットドッグ食べたいね。朝マックいいよな。うらやま、マックいいよな。イヤホンしてないから家族みんな聞いてます。恥ずかしい。恥ずかしいよ、みんな聞いてんの。マックうめえか。おー聞いてっか。おー朝飯うめえか。おーい。朝ごはんまだ食べてない。俺もまだ食べてないね。卵焼き甘め、いいね。卵焼きは甘めに限りますわ。お魚、ウインナー、ベーコン、あーウインナーかな。家族みんな聞いてる。うわはは、家族の皆さんおはようございます。みんな偉いよ、起きてて。今日も一日頑張ろうぜ。うわうわうわ。ホットドッグいいね。ホットドッグいいだろ。甘めのキャベツに挟んだウインナー食べてえわ。お父さんおはようございます。いつもお世話になってます。これからもどうぞなんかよろしくお願いします。すいませんね、なんか本当にご家庭の皆様のなんかねえお茶の間にお邪魔させていただきまして、本当に誠にね、言葉にね、とこまにね、お邪魔します。よろしくお願いします。初めて呼ばれた可愛い名前、どういうことな。卵サンド食べて。ゆうきちひろのホットドッグ屋さんオープン、いいねいいね。ゆうきちひろのカフェ開いたらもうホットドッグ定番だわ。あ、おはよう、おはよう、あ、おはようございます、梅さん。おはようございます。私、配信始めてもう8時間経ちました。おはようございます。恥ずかしいって。いや、俺も恥ずかしいよ。パパって呼んでもいいですか？怒られそう。ごめんなさい。おはようございます。おはようございます。今日も頑張りましょう。コパンコパンちっちゃくなっても一人前。コパンコパンちっちゃくなっても一人前。こんな感じだったろ確か。はいはいはい、おはようございます、おはようございます。夜から営業だけど寝カフェなのなか。ちょっと待って、ちょっと待って、もう眠くて限界なんだろ。夜から昼から営業だね、昼から営業。おはようございます。いやいやいや、ホットドッグいかが。おはおは。
おはようございます。ほっかほっか亭だわ。え、おはよう。まさから元気ですわ。なんせ寝起きじゃないですからね、私。なあ、あと16時間な。もう言うてもう3分の1過ぎたんよ。早いね。あっという間ですわ。っていうか一個さ、みんなにさ、もう今のうち謝っといてもいい？多分歌枠ボロボロすぎて歌えんわ。ボロボロよ歌枠、多分な。おはようございます。あら、あくび出る、あくび出るわ。ちょっと待って、ワンツースリーフォーファイブシック。豚みたいな音。うん、夜から営業でもカフェよ。もう早いな、過ぎるの早いな。すっげえな、みんな寝てる人、寝てない人もいるけどな。寝たい時に寝てもいいんだぞ。うん、歌枠な、喉がガサガサの状態でいくことちょっとわーってあくび出る。あいや、ダメだ、めっちゃあくび出るわ。なんでや。ある意味歌枠。そうな。うん、あと15分で休憩よ。どうする？9時？ん？9時だろ。9時から10時半から始めるか。10時半からブランチだね、これは。ブランっていう？なんとかブレックファースト。あ？ブー。寝ないの？ごちそうさまでしたな。10時半からホットケーキ作る会だぞ。もぐもぐちゃうよ。お腹いっぱいだろ。おい。いや、反抗期いらんのよ。あくびの反抗期いらんのよな。朝活あっという間に終わります。そうだね、あっという間だったね。割と2時間2時間喋り倒してた気がするわ俺。大丈夫か。そう、俺もうな、24時間あともうちょいで24時間経つわ、起きてから。俺、うん、俺のピアス両耳ついてるよ。ピアス両耳ついてる。ブランチな、ブランチだな。いや、いいな、ヨーグルト。桃なんてめっちゃうまそうじゃんか。ごちそうさまでした、ごちそうさまでした。ちゃうんよ。出せ出せ。出すぞ、俺が。わあ、おかえり。洗濯物干した？えらいな。ねえねえ、お願い。俺のも干して。ねえ、全部。全部干して。コーヒー飲む？ああ、おっとな。お疲れさん。ラジオ体操楽しかった？だよ。楽しかったな、ラジオ体操な。コーヒーはお砂糖派？お砂糖入れない派？俺お砂糖ね、スティックだと2本入れる派。ああ。今更だけど、可愛いから可愛がりたいって俺よか。俺よか。俺わがままだぞ、めんどくさいぞ。それでも面倒見てくれんのか。わあ、部活、朝活終わりましたら部屋掃除してきます。いや、えらいね。いってらっしゃい。あともうちょいな、あともうちょいだけ一緒にいてくれよ。砂糖入れる？ブラック？あ、ブラックか。おっとな、ブラック無糖派。うわお、ブラック、ブラック、ブラック多いね。コーヒーの豆は何？みんななんかこだわりとかあんの？あ、濃いブラック、エスプレッソとか？
すごいな。お砂糖入れる？はあ、はあはあはあ、みんな大人ですわ。もうすでに面倒見られてるけどな。ねえ、喉鳴った。休日朝とミルク、いいね。なんか平日と休日で分けてのオシャレティじゃん。踊っちゃった、どっか連れて行くってみんなで、はははどこ行こう、大江戸温泉行きたいです。めんどくさいのも含めてですけど、ありがとうございます。るするするする、めんどくさくてもいい。いや偉いな。ありがとうよ。粉コーヒーな、いいよな。抽出方、抽出方法、あんもういいや。あ、タリーズのコーヒーうまいよな。確かにタリーズのコーヒーはめちゃくちゃうまい。めんどくさくても。え、なに、めんどくさくないよとは誰も言ってくれないんだな。おい、なあなあ、なあみんな、俺のことめんどくさくないよとは誰も言ってくれないのな。いや、インスタントでいいじゃん。インスタント十分。俺ネスカフェ好きだよ。プリキュア、敵もイケメン、いいじゃん。プリキュア、プリキュア、プリキュア、この世代だわ。行こっか、わがまま好き。いや、うわ、敵の人イケメンなんだ。俺も敵の人になるかな。おっ、プリキュアひざまずけやって。はい、おはよう、今日も頑張ろうぜ。朝起きて偉いな。めんどくさいの知ってる。おいおいおい、誰かめんどくさくないよって言ってくれ。今のプリキュア全然わかんないんだよな俺。あ、ドリップもいいな。ドリップもいいけどな。初代だね。俺が知ってるのは初代なんよ。はい、おはようございます。今日も一日よろしくお願いします。頑張ろうぜ。生きてて偉い、起きてて偉い、いつもありがとうよ。今のプリキュアってどんな感じなんだろうな。食べちゃった、もぐもぐ。デリシャスパーティープリキュア。いや、なんかもう情報過多。いいな、なんか派手だね、名前がね。派手派手じゃん。はい、おはようだよ。おはようございますだわ。あー、たくみねー。あー、めんどくさくない。あ、ありがとう。いい、ありがとう、ありがとう。あ、おいしいからな、デリシャスなんだな。で、パーティーすんだろ。美味しいパーティーだもんな。うん、ありがとうよ。苦しゅうない、苦しゅうない。有機地域はもうよくわからんすぎんのよな。もう有機地域はで何も浮かばんのよ。あ、サイフォン使ってんの本格的だね。あ、自分でやってるわけじゃないか、サイフォンなあ。最近そういうカフェも少なくなってきちゃったよな。渋谷に確かやってるとこは一つ知ってるわ。あ、お腹すくんだ、プリキュアな。プリキュアパワーメイクは、それそれ違うよ。プリズムパワーだよ。何言ってんの、プリズムパワーだよ。お腹すくんな。俺お腹すいちゃってるわ今。早くホットケーキ食べたいもん。もう粉混ぜるとこからやるかんね。わかった。
食べ物のイメージでだよ、地域はな。俺バカやばい。俺ちょっと15分ぐらい寝るかもしれんわ。家でサイフォン。俺も社長さんの双子の兄貴がそういうの好きだよ。自分で豆引いてたわ。二人はプレキュアな、初代のな。はよ。あ、割れちゃったんだ。いやー、おえおえおえ、15分寝るわ、絶対寝るわこれ。うん、なんか、うん、多分寝るわ。大丈夫、電気つけて寝るから。うん、ホットケーキ一緒に作ろうぜ。はい、起きなかったら起こしてほしい。10時半からやる。スカイプ準備。ハートキャッチプリクアな、名前は聞いたことあるな。キュアプレシャスもわからんのよ。キュアスパイシーとキュアヤムヤム。何キュアヤムヤムって。一番好きだわ、キュアヤムヤムって。何、すげえ言いにくいじゃん。キュアヤムヤムやん、キュアヤムヤムやん、キュアヤムヤム。言いにくいな。可愛いんだろう、何色なんか担当か。その15分が聞きな。でもその15分で多分変わるんだろうな、だいぶ。コーヒーメーカーで十分だろう。プリンセスプリキュア。プリンセスプリキュア懐かしいね。なんでヒーリングプリキュアって癒されに癒されてんのか。そうね。10時。あ、待ってよ。9時だから10時半。10時半から5分経っても、俺何もツイートしなかったらかけて。出るかわかんないけど。でも大丈夫大丈夫、起きれるよ多分。大丈夫、目覚ましかけるからさ。プリキュア振り返って面白いんだ。あんまちゃんとプリキュアなんて見たことないな。キュアプレイシャス。うわ、名前かわいいね。な、プリキュアもたくさんいるよな。うん、あ、少し寝たら楽になった。いいね。ごめんな、ずっと起きててくれてるもんな。プリキュア知ってんねプリキュア。俺全然知らないけどな。あやー、うわー、うわー。起きれるでしょう、起きれる、絶対起きれるよ、大丈夫。二人はプレイが手をつないで力を合わせるとか好き。確かにな。あはは、オタクなんやプレイヤーの。かわいいじゃん。バクタロー戦隊ドンブラーズも見ていきます。いや何それ。それなんなん。そう、2人がプレキュアが始まりだね。いや、もう滑舌回んなくなってきたわ。美味しそうじゃん、ヤムヤム。な、うまそうじゃんかな、ヤムヤムな。1時間の休憩タイム。わあ、ありがとう。まあ、俺も次で寝るわ。な、仮面ライダーも俺好きだよ。仮面ライダーもね、牙までは結構見たかな。それ以降またちゃんと見なきゃわからん。ディケイドあたりから全然見てない。眠いですね、眠いですわ。
桃太郎さんテーマの戦隊なんてあんの？え、何？人間一人だけ？人間一人だけじゃん。猿と鳥と、猿とキジと犬じゃん。あとはゴレンジャー、おばあちゃんゴレンジャーだから。いやゴレンジャーな。いや世代分かっちゃう言うて。あははははは。あ、仮面ライダーファイズいいよな。はい、お仕事行ってらっしゃい。頑張れよ。帰ってきたらお帰りって言いたいからただいまって言ってな。ゴレンジャー俺わかんないな。あ、ビルドな。ビルドなんか面白いって聞いたことあるわ。ゴレンジャー俺も名前は知ってるって感じで見たことはない。はい、うん、いってらっしゃい。猿とキジと鬼と犬は人間です。いや人間ちゃうんよな。でも人間がやってんだな。なるほどね。え、鬼も戦隊の中のヒーローの一人な。仮面ライダーで鬼が乗り移るなりますよ。なんだっけそれ、ファイズじゃなくて鬼が乗り移る。いや俺仮面ライダー出てきそう。いやーそうか。ダイナマン、ダイナマンなんだったっけ、どんなやつだったっけ、もう思い出せ、わかんないわ俺。あ、戦隊ヒーローの初代か、ゴレンジャーは。わあ。俺生まれてるか。わかんないわ。あ、戦隊仮面ライダーシリーズで。わ、ありがたいこと言うね。ありがたいこと言ってくれるね。私ヒーローになりますわ。あ、仮面ライダー響きな。俺響きも好きだったわ。はい、もう主人公の俳優さん好きだったもんな。デイムウォーな。デイムウォーも確かに桃太郎だもんな。そこら辺はまだわかるわ。そうじゃあまあ朝活はこの辺にしときますかね。次は10時半、ちょっと長めに1時間半休憩もらいまして、10時半から、ブランチタイム実写カメラ枠となります。かな、よろしくだ。多分大丈夫よな俺準備。これがあって、これがあって、これはこれに入ってる。大丈夫だ。ちょっとまあ準備含めてなので1時間半もらいますわ。だとちょっと寝るかもしんない。龍騎は最高に面白かったね。んじゃあ、朝活はここまででございます。次は10時半よろしくです。じゃあな、一旦バイチー。